いや、FB さんは別に拍手しなくていいですよ。何打ってんだ。じゃあ、お願いします。はい、お願いします。あ、来ました。来ましたよ。FABVS おしげ。やばいですね。いつもの色とちょっと違う。と FAB さん怒りすぎて赤くなりすぎましたね、これは。じゃあ、はい、頑張って。ちょっと拾えないが、リターンを取っているのはおしげ側。ファースト使って、ブリッツ失敗。中断、これは殺せなくてもクロミングローズ使わない。ゲージは温存していく。投げてロマキャンからダッシュして拾えます。日本選手はおしげミリア。やばい、暖房が熱いから切ろう。楽しくなってきた。はい、2ラウンド目。デコピンマン AK スライド。しかし FAB さんはゴーバーサー決めて体力追いつく。キキャン惑星逃げる。ポチョムキンなんですが、 FAB さんは非常にこれまでですね、逆転劇を作ってきてますので、最後まで気を抜くことができません。あ、いいですね。皆さん、ジャンパイ、プロペラ引っかかって下段、エメラルドレイン、シャガハイ。バーストはどこで打つ。バックスで警戒していました。ということで、さあ先に一勝をするのはカムイ側です。カムイ側。さあここで、対照戦ということで、FAB チーム対照 FAB、まあ、対照固定にするって言ってたんで、まあ、ここやっぱりね、 FAB さんでしょう。はい、そして対戦相手はロズさんになります。皆さん煽っています。私はちょっと今回煽る余裕がありませんので、ちょっと皆さんにお任せしたいと思います。ありがとうございました。はい、まだ抜けるのは早いです。始まったばかりです。あ、そうだ、検索用の ID が変わってるか、まあ後で、いや、さあキャラボイス保証金です。これね、その設定した後で気づいたんですけど、保証金負けた時に保証金がスラッシュって言ってるんで、ちょっと面白いんですよね。ジャンプで逃げる。さあこれはアークレボの2回戦でこの組み合わせがありました。 FAB vs ローズ、その時はですね、 FAB さんが勝利をしてベスト8まで上がっていきました。なんとかしてここは勝っていきたい、リベンジしたい。日本取るのは FAB。 2ラウンド目。潰して中央に戻る。画面端、ポチョムキン画面端非常に怖い、プレッシャーのあるキャラクターなので、なんと中央に戻ります。でこみして前蹴、ハンマーヒット、儀式、ネットでもやっていく。素晴らしいですね。調整してますね、しっかり。デコピン、最後はキキャンバスター。これ皆さんすぐそれポイントなんで、すぐそれというふうにコメントを打つと明日いいことが起こると思います。やはり数字を持っている男 FAB 違いますね。
さあ決定戦です。なかなか粘りますね FA。 決定戦いきましょう。おしげメディア VS FAB です。すぐそれなりきりボイスと、ね、手打ちコメントがいろいろ混ざってますが、お FAB さんはなんか礼儀正しい感じがしますね。よろしくお願いします。あ、仲いい。やっぱ親睦会ですからね、やっぱり仲良くしていかないとね。さあここで決定戦でございます。ここで先ほどと同じようにおしげさんが勝てばカムイ側の勝利になりますね。逆にここで負けてしまうとカムイ側はもう2敗になってしまいますので、 FAB VS 撲滅委員会で、1位決定戦をすることになります。なんでここはなんとか勝ちたいカムイ側。当たらない。投げて繋がらない。画面8前系から前系、ここは出ない。ヒート飛び逃げバレていた。 ICBM 危険を使ってブリッツ、ブリッツ返しを警戒して、ちょっと今のは危険仕込みのコンボに行けそうだったがバースト通していく。しかし勝っているのは大重側。ケース SI 足払い投げてブリッツ、シャガハイカウンターからうまくつないでいく。今ちょっとコンボミスにも見えましたがしっかりつないでいきました。画面端ガイガンタカイガンタつながらない。前ハイ中段ガード刻みもガードして空中投げ、サゲージがある。前系前系前系、ゲージが 50% あるけど使わない。11これで勝った方がこの 勝者になりますね。スライドを通してシャガパン中央に戻る、拾って前ハイジャンプ系ガード、足払いから拾ってバースト使わせる。ピョンピョン跳ねて前パンキキャンだったかな、引っかかって画面端トンボ返りして下段ガード、ガードが硬いぞ。ジャンプに間に合わない。投げて S ハイ P ハイ、これは殺しきった。まだ残ると思ったんですけどね。というわけでここで勝っていくのはカムイですね。しかし全然 FAB さんがボロ負けとかそういう感じではなく、かなり接戦でしたね。これは FAB さん一人勝ちもまだ分かりません。あるかもしれません。しかしファンとしてはがっかりしていく。まだそうですよね、勝ちたかったですよね。ということで、FAB さんは連戦になりますのでそのままです。で、最後の試合FAB VS 撲滅委員会来ます。 FAB VS 撲滅委員会です。ということで、中村さんと和樹さんにはまずサイコロ振ってもらいましょう。